はい、どうも、ヤソのバロキチラジオということでやっていきましょう。今回で何回目でしょうか、ちょっとわからないんですが、先ほどまでね、こちらの手芯を使った像を作ってたところなんですよ。何頭身ぐらいあるんでしょうか。これ32頭身ぐらいあるんじゃないのかなというところで、これ作ってる最中にね、思い出したんですよ。あ、そういえばバロキチラ今回って、そう、最近動画1週間ぐらいずっと遅れてるところなんで、ちょっと忘れてましたね。本当はね、この手芯像を使ったちょっと動画小ネタ挟もうかなと思ってたんですけども、ね、やっぱ出していきたいじゃないですか、そういうところで。何話そうとしてたんだっけ。そう、手芯像の題名としてメタボ手芯3代目ですね、あれ。はい、次どうしようかな、ルビド手芯5代目とか作る。実は動画化されてないけれども結構ね、いろいろと作ってるんだよね。新しい オブジェクトが追加されるためになんか作ってるところなんですよ、本当は。ということで、今回何が来るんですか。なんだっけ、あ、なんかアーマーとか来る感じかな。かなり使いやすいアーマーが来るんじゃないのかなと思います。ちょっと見ていきたいんですけれども、前回何が来たんですか。プライムドモッド2種類か。はあ、そうそうそう、本当は1種類しか来ない予定だったんだけれども、 D が間違えて2種類実装しちゃったぜっていうので、でけえなこのゼニスター。久々に見たこのスキンつけたゼニスター。デュカット足りるかな。とりあえず見ていきますか。多分アーマーだと思うんですけれども、あ、そうですね、アーマーですね。他にはモッドの方は、切断の方はいらないね。火炎の方も結構強いので買ってもいいのかなと思います。まあ優先的に買うとしたらプライムドプレッシャーポイントの近接の基礎ダメージかなというところで、新商品がこちらですね、プリズマアビアチェストプレートってやつですね。これね、かなり使いやすいんですよね。これノーマルバージョンのやつも結構使ってたりするかな、俺の場合は。で、他は何だろうね、スガトラ、あ、これ結構良かったんだよね。感染体の武器に合わせたら結構いい感じに仕上がったので、これで結構いいかなと思います。はい、スガトラの中ではかなりいい方なんじゃないのかな。他は何だろうね、武器か、マチェーテレイスか、スープラバンダル、スープラバンダルの方がいいかな。マチェーテレイスはちょっと使いづらい。スープラバンダルは普通に強い武器なので、で、ただこれマスタリーランク14からか、はいはいはい、結構重ための武器ですね。ただ結構強いということで、状態異常も高いしね。クリティカルはちょっと弱いけれども、はい、バラマキ用としては全然いいんじゃないのかなと思います。はい、で、他は何だろうね、ボブルヘッド、久々に見たな、このアークイングのボブルヘッド。これ持ってない方はぜひね、船内に飾ってみてください、コレクション用として。他は何でしょうか。あー、これそういえばあったな、こんなの。ただアークイングまだそんなに使う機会ないからな、特にオドナザとかさ、本当にあんま使う機会ないからなって感じで、他何でしょうか。アーマー系はこれなんか最近ずっとなんか来てる気がするな、このシリーズなんかそんな気がする。まあいいや、とりあえず他はこれなんだ。あ、肩につけるエンブレムか、あの光ってるやつか。そうだね、まあ昔はよく使ってたんだけれども、ちょっとつけ飽きたかなっていうところで、最近はエリートアラートでもらえるエンブレムをずっとつけてますね。粒子がなんか結構綺麗なんで、あれ。はい、あとはセンチネルの方はかな。それじゃあ早速つけていきましょうか。先ほどのチェストプレートなんですが、どちらにあるんでしょうか。あ、ありましたね、こちらなんですけれども、その前にさ、今気づいたことがありまして、これさ、背景の黒のエクスカリバー、これいいな、わかりやすいな。今までさ、こういう風になんかちょっと透明だったんだけど、こっちのなんか画像を標準化してほしいな。これの方がわかりやすい気がする。今後これにしてほしいな。チェストプレートとかシャンダナとかなんか被ってんだよね、この文字とか。ほら、サターン6とかさ、これ被ってるじゃん、わかりづらいんだよね。でもこれ結構上の方に設置してあるからわかりやすいな、こっちの方が。はい、まあそれはどうでもいいとして、こちらなんですけれども、これね、本当に使いやすくて、ノーマルバージョン、あれ、これはなんだ、あ、これもあるわ。似たようなやつがいっぱいあるわ。
ノーマルバージョンがこちらですね。はい、例えばそうだな、このフロストとかつけてるね。え、てかこのフロストなんだ、このフロストは何のフロストだ。こっちもフロストあるけど、しかもなんか色合いもそんな変わんねえっていう何のために俺作ったんだこれ。ちょっとよくわかんないな。じゃあせっかくなんでちょっとランダムカラーで見てみましょうか。ちょっと光加減が眩しいな、これ。わかりづらいかもしれない、ちっちゃいから。はあ、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 あ、ここがプリズマ化されてるね。このライトカラーに依存してるのかなというところで。で、全体的にそうだね、カラー2が占めてるね。なんか配色的に。え、他のやつはどんな感じになるんだ。あー、本当に全然違うね、配色の位置が。あー、はい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 、ノーマルバージョンとちょっと似てる気がするな、このプリズマか。あー、そうだね。で、このクリスマスシリーズのやつとはまたちょっと違うって感じか。まあもうちょっと見ていきましょうか。わかりやすい色がいいな。ちょっと眩しくてさ、なんかライトカラーがちょっとわかりづらいんだよな。いい色は来ねえかな。おもちゃのやつが一番わかりやすいんだけれども、これもちょっとわかりづらいな。あ、おもちゃみたいなカラーリング来ましたね。ただそれでもちょっとわかりづらいな。本当に光っててわかりづらいで、そうだね、やっぱノーマルバージョンと本当に配色は似てるかなっていうところで、でこっちのクリスマスシリーズとは全然違うかなっていうところですかね。本当にこれかこのクリスマスかプリズマかどっちかって感じかな。特にアーマー肩とかの本当に配色次第かな、結局は。付け替えって感じかな。ということで、ぜひ買ってみてください。以上、野草でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。